はい。ちょっと気をつけましょうね。で、はい、E なんですけれども、はい、これ母音のレッスン、まだしてなかったかな。ちょっとしましたっけ。ちょっと軽く。ね、はい。で、その時に、言ったかもしれないですけれども、はい、E って横に弾きすぎると、はい、あんまり良くないっていうお話しましたよね。はい、で、このミーっていう時も、はい、ミーっていう風に、イーってなってしまわず、はい、ミー、丸いミーを作っていくことによって、で、はい、音程も外れにくくなってきますので、はい、ちょっともうちょっと丸い感じを意識してみましょう。はい、で、この、まあ、今日言いたかったことがあったんですが、割と綺麗に取れちゃったんで、はい、内緒って感じなんですけども、ドーって言った時に、このターンで自分でドー、レー、ミーっていう風に叩きながらやると思うんですけども、はい、その時に、この1個のドーだけじゃなく、はい、ドー、ありますよね。これ全部ドなんですよ。はい、で実際歌ってる音はこのドなんですけれども、はい、やっぱりこの他のドを叩いてあげることによってドをより見つけやすくなるというか、そのドドなんかちょっと外れてたら気持ち悪い感じがするはずです。はい、うん、で。浮いてきたりとかするので、そのちょうどいい場所を、はい、ファ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 、ちょっと真ん中あたりですねを目指していただくと良いんじゃないかと思います。はい、ファー、はい、はい、時にどんだけ体がしっかり使えてるかということで、はい、その揺れなかったりとかいうことも出てくるんですね。まあそれはまた次の機会にぜひぜひぜひお願いします、はい。まあね、はい、音程取るの難しいですけれども、皆様頑張って試してみてください。今回は声楽レッスンの杉浦先生にまた教わっちゃいました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございます。